くり降りましょう。人が見えます。そろそろお鉢巡り終わり。12時32分一周終わり。羊蹄山のお鉢です。12時37分下山開始。まだ元気に咲いています。お鉢巡り楽しかったです。滑りやすいです。予備の靴1個持ってます。獅子うどん仲間だと思うんですがね。今は小屋が見えません。水がまだ 1.5 リットル残ってます。上が涼しかったからですね。車百合のところに戻ってきました。なんか麓が見えそうな感じ。右へ小屋が見えています。花も見えますね。12時55分9合目の分岐。明るいですね。ラジオつけました。草が少ない斜面、道はこっち。2人登っていきました。復帰が結構あります。登りもありますよ。また霧っぽいです。下ります。ゆっくりと。パワーを感じる岩、8合目だな。13時15分です。そこそこ虫が飛んでいます。段差があります。雲の中でしょうね。静かです。まだ足は大丈夫。7合目、少し小雨、雨止んで、6合目でカッパ来ましょうか。小ぶりになりました。13時50分6合目止んだみたいだからこのまま。少し貝があります。鳥が鳴きませんね。まだ足に負担かかっていません。頑張っておりましょう。ゆっくりと。鳥鳴きますね。急坂あります。14時11分5合目カッパ着用。南コブの分岐を通過。雨で撮影を中断しました。15時22分1合目ここに来て日が差す時があります。やめましたが長いですね。15時38分登山口に戻ります。雨が降ったら下山の予定でしたが、下山の時に降りました。久しぶりの雨の下山ですが、反省点もあります。カッパを早く着るべきでした。今日は足に負担がかかってなかったのが良かったです。靴も壊れずに持ってくれました。クマいませんね。着替えて帰る準備をします。駐車場です。今は爽やかな風です。ポケットにペットボトル入れてましたが、雨になってから飲んでません。また雨です。神社にお参りしてきます。ありがとうございました。コンピラグ土俵があります。松狩温泉定休日。今の羊蹄山です。Thank you.